ファネル資格化の例ファネル分析は、オンライン広告での広告から購入までの道のりや、モバイルアプリでのユーザーエンゲージメントから始まり、e コマースプラットフォームでの販売で終わるフローなど、定義された目標につながる一連のイベントの、マッピングと分析を行う手法である。目標到達プロセス分析と呼ばれることもある。ファネル分析は、特定のユーザーの行動に関する、 コンバージョンレートを計算する効果的な方法である。目標には販売、登録、オーディエンスからの何らかのアクションなどを設定する。ファネル分析という用語はキッチンにあるロートと形が似ていることに由来する。ロートは先に行くにつれて狭くなり通過する量が少なくなる。同様に分析、ファネルには最初はたくさんの個人が入るが 最終目標に到達するのはごく一部となる。ファネル分析により、特定のファネルのコンバージョンレートとユーザードロップ率を計算し、原因を理解することで、目標に到達させるプロセスを改善するための実用的な洞察を引き出すことができる。例えば購入や登録を行うために、実際にファネルの最後に到達したユーザーの数と、そうでないユーザーの数を比較する。 ファネルを継続的に監視及び分析することでアプリケーションまたはプラットフォームへの変更がコンバージョンにプラスの影響を及ぼしているかどうかを評価できる。例えばプラットフォームにアクセスして登録、ファネルに入るユーザーの10%だけが実際に登録を完了しているとする。ファネル分析プロセスを使用するとファネル内の設定や機能を微調整して その数が改善される理由を確認することができる。また、マーケティングキャンペーンを作成するときに、最初のイベントから製品の購入に至るまでユーザーを誘導するファネルを監視することで、キャンペーンがどの程度うまく機能しているかを分析することができる。ファネル分析は、ユーザーが離脱しているポイントを特定するのに役立つ。 特定したら、なぜドロップしているのかを理解して、ドロップ率を減らし、全体的なコンバージョンを増やすことにつなげる。ウェブサイト、e コマースプラットフォーム、アプリケーション、オンラインゲームへの集客を行った個人から、最終的な目標を実行するまで到達するのはごく一部となるため、ファネル分析を行い、コンバージョンレートを向上させるための手段を見つけることが有効に働く。 ありがとうございます。